どうですか、はい、3月の24日曜日乳毛作の畑見ていきたいなと思います土はまだ水分を多く含んでいる状態ですので中に入ってしまうと水はけがもっと悪くなりますのでまずは表面が乾くのを待ちつつフルーツ小麦の生育をね確認しに来ましたけどもちょっとご覧の通りあの1列に2錠巻いてる状態ですねこういうふうな。 で触った感じもまだ全然あの柔らかい感じですうんすね10月の中旬ぐらいだったかなはい今のところ良さそうですね畝、はい、のこの谷間に巻いてますので 溝の本当の低いところにはまかないで、室外をね、予防するためですけども、これから茎が30センチ、40センチぐらい高くなってきたら、いよいよ土寄せます。はい、今のところ、あの、株の腐れはね、なさそうなので、息苦されるようにはなってないかなと。麦踏みも、あのー、しっかりしてで、エチレン、ジャスモン酸っていうのをね、しっかり植物から生成して、自分の体を強くする意味合いを込めて、 葉っぱをね、カットするストレスではなくて、しっかり踏み込む。えー、株を踏んで、土もね、ぎゅっとこう、染み付けるような感じでやっておりました。これより2週間以上前に巻いた畑に次は様子を見にね、行こうかなと思います。はい。茎の立ちがかなりいいですよね。 土の表面も乾いてまだ中は湿ってますけども表面も割れてきましてねえー、ここからまた土が乾燥していくると思います、うん、2 0ンチぐらいにはなってきてんじゃないですかね葉っぱも広くて良さそうですねちょっっとこの前の前積雪で葉っぱが 先が枯れてるものもありますけどうんどうなるか3 5 6センチは取ってますのでしっかり取ってますのでで今年はですねタウ傾向、雨が多い、えー、農事歴ですので収穫時期の雨はもしかしたら風もね一緒に連れてくると思いますので船と船の間をしっかりとって 土寄せを春先にししっかりしてね、えー、収穫時期に倒れないように倒れてしまうと病気になりますのでそこだけ徹底してやれたらなと思います。うん。麦の地のね土寄せ終わりましたらもうほとんど水筒の作業お米の作業、えー、種のつけ水につけるのから始まり、えー、菜が目出しをして。 えー、種まきしてで苗の育苗をしてやりつつ白かきしてその前に田打ちして白かきして田植えしてってやるとほぼも,もうねでき,できてるような感じになると思いますので,で6月中に頭熟がどんどん進むその時期に梅雨が、えー、かぶってきますのでうんいやー気持ちいいです今日から日が照り気温も高くなり、えー、いよいよだなと。 で4月の上旬ねまだどうなるのか分かりませんけども今週1週間はあったかそうなので、えー、土の乾き具合を見ながら、えー、土寄せのタイミングを測ろうと思います、はい、ではまたねあの小麦の畑から様子をお届けいたします今日は以上ですいつもご視聴ありがとうございます高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします